劇西ロークのチャンネルへのお時間です。皆さんこんにちは、しろくろチャンネル12です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりのロストガチャ動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今ですね、未開の第一終わりで、動画を撮ってるんですが、ちょっとね、いろいろ回ってからオーブを貯めてから撮ろうと思ったんですけども、まあ、早い方がいいかなというところで、クリスマスのガチャが来てるんですけども、マーチがそのフォーミュラアルファが強いと、まあ、聞いてるのと、そう、未開で結構さ、フォーミュラアルファとかカメハメハアルファちゃんがめちゃくちゃ活躍してて、まあ、これはちょっと正直欲しいなと思ってしまってですね、ちょっと今回はですね40連聞いていきたいと思います。でもね、年末年始にまたガチャがある、どうしようかなって思ったんだけど、ちょっと引いていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでやってまいりました。ちょっとスタミナがですね溢れてるんですが、ダンク上げをやろうかなと。だからスタミナが現在絶賛溢れております。はい、それではですね早速いきたいと思います。アロンズロッチュさんは使えるのかな、結構ちょっとわからんのがやわ。行こう、10連目某ゆんみちゃんは30連でコンプしたというタレコミがあったゆえに聞けるんじゃないかと思ってるんじゃが、そうだろうな、電池少ないな、頼むよ。あ、なんかちょっといや、すごい調子がいいんだが、まあまあ、あとはっていうところですけど、てかめちゃくちゃいいな。はい、リゲルとアンデルセン、そして私のね偽マナの、キャラクターベルフェゴールちゃんですね。なんていう、いや、ここで私はカメハメハアルファも引いてしまうという神プレイと思ってて、あ、四角の重心に参りました。初めて見た。え、こんな感じで出るんだね。アンズロットか、まあいいでしょういいでしょういいでしょう。え、神では、これは神のガチャでは、もしかして久しぶりにアロンズロットもしかしたらどっかで使えるかもしれない。エレゲキ M だもんね、強そうだよね。やばっ、まあ、一旦カメハメハもいるので引きますね、ストライク。えっ、初めて見た。大丈夫かな、私これ電子全然出ない気がしてきた。あ、アロンズロット2体目マジか。えっ、なことある。あと20連やっていきたいと思います。いきます。祝福のお知らせ、ちょっと私すごい電池少ないけど、私はもうこの状態から何も動かしたくないから充電しないで、もはや充電はしないで引くと出るんじゃないか。切ない。ちょちゃん2体目だけど、新刊前で出たから新刊後かで止まったっていうことだから、これはラストいきます、ラストいきます。フォーミュラちゃん2体目やばっ。それちょっと、いやでも祝福のお知らせに参りました。初めて見れたから嬉しいな。私あんまり他の方の動画はあまり見ないことが多いんですけど、まあ、ガチャとかはね。今いいでしょう、カメハメサさんいないけど、いいでしょう、いいでしょう。あー、よかった。はい。ということで。いや、もう、神引きではないのでしょうか、これはね。すごい、電子ローガチャが本当に不安なんですけど、まあ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 、まあ、それは置いといて、まあ、ちょっとランクも上げて、覇者の塔とかもちょっとクリアして、まあ、オーブも貯めて、年始に向けて、ちょっとやっていきたいと思います。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またモンスト動画ちょっと上げていきたいと思います。いつもチャンネル登録高評価ありがとうございます。もしよろしければまた会いに来てくださると嬉しいです。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ラストじゃんけん、今日はせーの16じゃんけん、最初にゃんじゃんけんぽいグーです。なのでまあの人は明日行くとるかもよ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。私がなんでですね制服を着てるかというと、未開の大地は
いつもね、ちょっとサムネでコスプレしたサムネにしてたんですけど、あ、サムネと違うんですね、格好がっていう話になりまして、まあ一応サムネと同じ格好をしようと思ったっていうのがね、あの次第でございますので、まあ一人でね、こんな夜中にね、こんな格好をしてね、こんな話をしてるっていうのは一旦置いといて、はい、ということでございます。